おはようございます。あら、今日はやけに寝覚めがいいですね。いつも私が起こさなければ昼まで寝ているというのに。んああ、そうでしたね。今日は二人でイチャイチャデートの予定でしたね。い,いえ、忘れていたわけではありませんよ。どこぞの誰かさんみたいに 交際記念日すら忘れるようなうっかり屋さんではありませんから。<laughs> 謝らないでください。あなたのそういうところも好きなので、あまり気に病まないでください。まあ、あなたの戒めのために、たまーに蒸し返したりしちゃうんですけどね。ん、んどうかしましたかその、 見つめられると少し照れるのですが。あ、う、あ、ん、そうですね。まだ部屋着のままですね。デートの日はいつもあなたが目覚めた時点で準備を済ませているので、びっくりされるのも仕方ないですね。寝坊まさか、あなたじゃあるまいし。今日は意図的にこの状態なんです。 ええ。デートはしません。今日はおうちデートに変更します。あーデート、デートああ、すみません。今回の場合、その表現は適切ではないなと思ったので。意味がわからないですかすみません。説明するのも面倒なので、とりあえず。 そのまま寝ていていいくださいよいしょっとああ人の上にまたがるというのはさすがに気が引けますねでも仕方ありませんこれはお互いのためなんですからどうですか私に見下ろされる気分は怖いですかそれとも 興奮しまふか？<laughs> すっごい焦りよこんな顔初めて見ましたえ私がこんなことをしている理由それはあなたが一番よくわかっているのでははああくまで白を着るつもりですかそれとも。 打ち明けるのが恥ずかしいんですかいいですよあなたの口であなたの言葉できちんと白状してくれるのなら今回に限り許しましょうそうですかせっかくチャンスを与えたのに残念ですあなたがそういうつもりなら。 好き勝手やらせていただきます。まずは、これを見てください。うふふ、びっくりしましたこの日はたまたま目が覚めたんですよ。あなたのイヤホンから音漏れしていたので、そのせいだったのかもしれませんね。それであなたのスマホが光っていたので、ふと気になってしまって。 勝手にとってごめんなさい。まあ、それはそれとして。ヤンデレ彼女に馬乗りされてなんちゃらかんちゃら。ああ、これなかなか過激なタイトルですね。あなたっていじめられるのが好きだったんですね。私、初めて知りました。私が眠っている間に、ずいぶんとお楽しみだったようで。 それで、いつからですかシチュエーションボイスでしたっけ私に隠れて楽しんでいたのは、いつからなんですかへえ、私と付き合う前から。それでこの方の声で、何回興奮したんですか私の隣で。 何回この女の声でしたんですかごめんなさい嫉妬と怒りが漏れてしまいましたでも気持ちはわかりますよこういうことをされたいって願望は誰の心にもあるものですからでもこうしてバレてしまった私はやはり許すことができません 私に隠し事はしないって付き合った時にした約束をずっと破られていたんだから泣かないでくださいよ泣きたいのは私の方ですよああ、腹の虫が収まりませんね あなたの素敵なお顔が涙にまみれて汚れる様子が、私をますます苛立たせてるんです。言ってる意味がわかりませんかその被害者面が、ムカつくって言ってんだよ <coughs> この裏切り者私言ったよねどんな秘密も隠さないってあなたは、 わかったって、私の目を見つめて言ってくれたのに。なのになんでなんでこんなことしてたのねえ、聞いてんのこんな、<laughs> 黙っててもやめてあげないよそれともまさかこの状況を楽しんでるのああ、そっか。 かあ、これもあのシチュエーションボイスの状況と同じってことか。ヤンデレだかなんだか知らないイカれた女に、こうされるのが好きなんだもんな、お前は <laughs> <laughs> どう気持ちいい ああ、そっゃ、気持ちいいか。念願かなって生身の人間に締められてるんだもんな。約束破ってまで堪能していたシチュエーションを今まさに味わえてるんだもんね。あ <laughs> うわ、よだれまで出してきったな。惨めすぎる。 ねえ、こんなのがいいの私の拙い行為より、こんなイカれたプレイが好みなの私のこと、どう思ってたの私って君の何だったのねえ、ねえ、黙ってないで答えてよ。<laughs> 首絞めてたら喋れないか。さすがにこれ以上は。 死んじゃいますね、はあ。ほら、手離しましたよ。すんごい。あれだけ長い時間締め続けたのに、案外人間って頑丈なんですね。必死に深呼吸してて可愛いい。どうでした愛しの彼女。 もはや愛しいかどうかもあやふやですけど彼女である私に占められた感想は気持ちよかったはずですよね私を裏切り続けてまでこそこそ楽しんでいた状況を現実で味わえたんですからなぜ震えているんですかごめんなさい そうですか。謝罪は受け入れます。でも許しはしません。たった一度の謝罪で済まされるほど、これは軽い問題ではないのですから。にしても不思議ですね。許せないはずなのに、なぜか心は高ぶっている。これは何なんだろう。泣いているあなた、震える体。 怯えため、それを見ている私は。<laughs> そういうことですか。どうやら私はあなたのそういう姿を愛おしく感じてしまうようです。どうしましょう。これじゃああなたのことを責めるに責めきれませんね。 あなたが隠しておきたかった気持ち、少しだけ分かった気がします。ねえ、もっとその顔を歪ませてくれませんか私の高ぶりに答えてくれませんかそうすれば、裏切ったことも、その変態趣味も、すべて許して受け入れます。だから、ね。 お <laughs> 怯えきってしまって可愛いですねじゃあその震える体を私の腕で包み込んでぐっちゃぐちゃに溶かしてあげますねせいぜい後悔しながら気持ちよくなってくださいね。